甲府中央商店街は山梨県甲府市中央にある商店街の総称である。甲府駅から南東側にやや離れた場所に位置する。南北に250メートル、東西に300メートルの中にいくつもの通りがあり、それぞれ通りにちなんだ商店街がある。江戸期甲府城下の経済的中心地、八日町、甲府市街地は近世初頭に築造された。 甲府城の城下町として発展しており、現在の甲府中心市街地は内閣部分の急武家地にあたり、1878年の廃城令により二の堀が埋め立てられ観光用地として開発され、山梨県庁舎や甲府市役所などの観光庁施設の進出や中央本線の開通などにより、中心市街地や繁華街として発展した。対して、 甲府中央商店街は三の堀に威嚇された超人地に由来し、甲府城下の町人地は北側の古府中と南東の新府中があり、中央商店街は新府中にあたる。新府中は東西に甲州街道が通過し、江戸中後期には経済的中心地として発展し、八日町には考察場や甲府町都市よりの屋敷が存在し、 府中一の良きところ、恨み寒む話と評され、緑町には、亀屋座が存在し、諸芸工業が行われていたほか、料理屋なども多く存在していた。また、江戸後期には大通りを幕絵で飾る、甲府道訴神祭礼が行われ、歌川広重をはじめとする、人気浮世絵師の幕絵が飾られた。明治後には、内閣部分の旧武家地が払い下げられた試し街の、 中心部が移動する。交付空襲により一度は焼け野原となるもすぐに復興し、高度経済成長時代は、周辺の百貨店や大型ストアと共に、交付商工推進振興会を結成し、活性化を図っていたが、モータリゼーション以降は、車社会に対応できず低迷している。カスガモール、通称裏カスガと呼ばれる一帯には小規模な飲食店が密集している。 上述の通り、高度経済成長までは賑わいを見せていた、中央商店街であったが、1970年代より、衰退の兆しが現れ始めた。高度経済成長時代より、山梨県内でもモータリゼーションが進行した。しかし、幸福空襲後に策定された、甲府市戦災復興都市計画の大幅縮小で、中心部の道路状況は戦前と変わらず、 また小型店舗が密集していることから自動車の駐車場設置がままならないことから近代化に対応できない中央商店街の問題がこの頃から浮き彫りになっている。また、甲府市中心部の渋滞が慢性化したことから1971年に南側へ迂回する形で甲府バイパスが開通し1977年には中央自動車道が 勝沼インターチェンジまで延伸、さらに勝沼と甲府バイパスをつなぐ勝沼バイパスも開通した。これに合わせるように、これまで中心部にあった聖火市場が甲府バイパスに近い国母に移転。さらに1977年に中駒郡タ富ミ町に山梨県流通センターが完成し、これまで8日町や連雀通りにあったト屋が相次いで移転した。 甲府中央商店街も1974年に甲府銀座ビルを竣工して大英を誘致したり、これまで商工会が反対していた岡島百貨店の増床を認めるなどしたが、渋滞や駐車場不足を理由に中心街を避ける傾向が強まり、中央一丁目の歩行量は1974年時点で6.2万人あったのが、 1982年には2.3万人まで減少している。1984年に、甲府地域商業近代化実施計画が策定され、また1986年に開催されるか、維持国体に向けて商業施設の増床などが行われた結果、1986年には、上述の歩行量は3万人まで回復している。また、この時期、 バブル景気により、甲府市中心部の地価は上昇し、衰退した、中央商店街は再び活性化する機運を見せかけていた。しかし、か、維持国体が終了した1987年に、タ見町の山梨県流通センターに隣接する、甲府リバーサイドタウンにショッピングセンターが開業すると、歩行量は再び減少に転じた。1989年に、 中央商店街にあった、小木の本社が、甲府昭和インターチェンジに近い区川地区へ移転。大英もトポスへ、業態変更し、春日通りも春日モールにリニューアルを行ったが、駐車場不足は依然解消されないままでいた。1990年代に入り、バブル崩壊すると上がり続けていた地価は下がり、郊外型のショッピングセンターの開業ラッシュや、 東京方面への交通手段の競争が激化し、ストロー効果も相まって、商店街の衰退が一気に加速した。商店街の北西側にあった甲府西部が1998年に閉店すると、客足がさらに遠のき、2000年には中央一丁目の歩行量が1万人を割り込むようになった。山梨県や甲府市は活性化の手段として、 テナントの撤退により閉鎖されていたカッシービルに協定場外発売場や大手チェーンストアを誘致する案を提案したが環境悪化を懸念する地元住民や売り上げ減少を懸念する商工会商店街の反発によりいずれも白紙と化している商店街はトポスが撤退した甲府銀座ビルに 甲府市役所の出港機関と小木野を誘致し、甲府ワシントンホテルプラザの開発や、無料送迎バスの運行、さらには、山梨映画祭などのイベントを実施資格を取り戻そうとするが、空洞化に歯止めがかからず、2008年の中央一丁目の歩行量が5000人と、さらに減少。2009年には、甲府市役所と小木野が、 甲府銀座ビルから撤退し、2010年代より、指定暴力団田川会系列の山梨一家による、分家騒動に絡んだ、高層事件が激化しており、これらの影響も受けている。2014年頃より、中央商店街のリニューアルが実施されており、まず、甲府銀座ビルの建て替えが決定し、2017年の完成をめどに、複合型マンションの建設が行われている。 また、観楽街にあり、多くのキャバレーが入居していた、吉野ビルも改装され、2015年5月より、甲府グルメ横丁として、リニューアルオープン。オリオン通り東側にある、オリオニーストについても改装が行われている。甲府商店街連盟は、中央商店街の店主らで結成された同盟である。中央商店街の街づくりを推進する一方で、 大型店舗の開業や増床には一貫して反対の立場を取っている。1961年に岡島百貨店と甲府松菱百貨店が増床計画を立てたが商店街連盟が商店用語連盟を結成して対抗し結果双方の百貨店は計画縮小を余儀なくされている。1970年代以降は協力関係を築いた。 県外資本に代わり進出してきた県外資本の商業施設に対しての警戒を強め2000年以降では海野市のラザウォーク、海野双葉や昭和町のイオンモール、甲府昭和といった甲府市外の大規模ショッピングセンターの建設反対運動を行っているこの反対運動について甲府市内の商店街や 市外の知見者との圧力を起こすことも少なくなく、例えば1958年に甲府市役所が大田町にある甲府市雪公園への移転計画が持ち上がった際には、甲府商店街連盟は同盟を結成して反対運動を起こすも、大田町周辺の商店街は賛成の立場をとり、市内の商店街が二分化する南北戦争に発展。 結局移転計画は白紙になるも移転賛成の立場を取った商店街は甲府商店街連盟から脱退し中部商店街連盟を結成したまた1970年代には県外資本の大規模が中央商店街に出店することを阻んできたが中央商店街内にある銀座通り商店街が甲府駅前に 県外資本の大規模店が出店されたら、中央商店街が衰退するとの理由から独自に、甲府銀座ビルを建てて、大栄を誘致。1974年に、大栄甲府店が開業し客の流れを、中央商店街へ流動させることに成功しているが、他の商店街は、対抗手段として、上述の増床縮小以降協力関係を、締結した。 岡島百貨店の再造商を一転して認め、さらに県内資本スーパーと共同で、ビル建設を模索したりするなど、あくまで県外資本との対決姿勢を崩さなかった。その他、イオンモール、甲府昭和の建設に賛同する昭和町の地権者が、中心街のエゴと批判し、商店街連盟を支援する、横内正明知事に対し説明会で抗議を行ったり、 シンポジウムで中心外保護に否定的な発言が出ると会場から拍手が沸き起こるなど商店街連盟の反対運動を会議的に捉える者も,もいる。総務省が発表した経済センサス基礎調査によると2014年時点での山梨県の百貨店総合スーパー店舗数は6店舗人口10万人あたり店舗数は0.71店舗と全国ワーストである。 また、売り場面積が5万平方メートルの大型商業施設は山梨県内に存在しない。一方、東京都新宿区や立川市や八王子市は大型商業施設の開店が相次いでおり、これらの都市へ向かうのに中央線特急や中央高速バスで2時間以内であることから、県内より山梨県外へのストロー効果の方がむしろ深刻とも捉えることができるが、 甲府商店街連盟からその対策の陳情や活動は行われていない。自治体や県経済界の会合には積極的に参加しており、たびたび地元市の山梨日日新聞や全国紙の地方版、さらには、キー局テレビ番組のインタビューにも応じ、街づくりのあり方について答えている。特に中心街保護を提唱していた横内正明山梨県知事時代は、 甲府市中心市街地活性化基本計画が制定されたこともあり、積極的な陳情や発言を行っていた。かつては、東映系映画館、甲府東映セントラルや東方系映画館、甲田からシネマもあったが、現在は、下記の映画館が、甲府市中心部に残るのみである。かつ、甲府市は、県庁所在地唯一シネコンがない地域となった。 カスガモールのシアターセントラルビー館ンボンマルシェビルにある映画館。劇場の経営、運営は中央工業株式会社が行っている。主にミニシアター向きの作品を多く上演していたが、近年は東映や東宝の作品を多く上演している。ありがとうございます。